はい、こんばんは、うどんです。今日も信長の野望新生 PK 佐竹義重編続きやっていきましょうか。さて、前回は神月あたりから上杉を追い払い、芦名を滅ぼし、でも未だに高原が手に入ってないっていう状況で、伊達がうちに来そうな流れ、三春の各牢城をちょっと人の配置を動かしといたんですけど、まず佐竹義方、これ逆にモブしかいないけど、モブしかいないの逆にちょっと若干大丈夫かなっていう気もするんですけど、ここまでモブまみれっていうのもちょっと、誰かネームド入れといた方がいいんじゃないかなと言ってもね、だからといってネームド誰が入るんだっていう話ではあるんですけど、だからといってな、ありがたき幸せ、一人人次郎持ちを入れて、人次郎で時間を稼ぐか、二方向でしょうね、二方向を、ここの人次郎で時間稼いでるうちに、いやー微妙だな、ここでいいかな、人次郎。本丸の守備力上がるし、人次郎ここに置いて、正郎、ここは吉方で、黒川城大関、こっちのルートはまあ2方向から来る石落とし、正郎、石落とし、忍び人将、人太鼓と材木庫、あれ TJ 最新で今日なんかやってたっけ、公営関係なんかやってました。でここが茎じゃなかった、久野辺のとこには正郎、材木庫、まあちっちゃな城なんですけど、まあシンプルに入れました。ただこっちちょっと支援あげたいんだけど、太田城が出撃中なんでまだ出せない、太田城の支援をこっちに回したい。でこっちは撤収、何に動くべきか、あそっか、シーズ感謝いたす、人の移動やってきました。新田金山は小牧根、八方は新しい太田、こうやってなきゃ、ファミ通の方か、シーズのこれを、ああもともと商人町出来上がってんな、そろそろね、暴走系はそのこういう内政委任にしてもいいっちゃいいかなみたいなね感じになってますね。この連兵所も壊して、ああロールが足りない、ちょっと商人町にしようと思ったんですけど、で舞台が帰ったら、よし、12,000、1万4,000、これで守れるでしょう。いやーこれで武田滅ぼすんで、国峰を落とそうか、この孤立してる国峰を落としてしまって、そうなんですよ、房総半島出力あるんだけどね、房総半島からどこに行くんだっていうね、金はある引っ越せるレベルなんですけど、引っ越せるんだけど、川越、いやー、まあとりあえず家宝買おう、買いすぎ1000プラス6、ああ鹿児島もそうですね、出力あるけど結局どんどん前線遠くなってっちゃうから、そんなことは許さない、ご命令とあらば動くぞ、続け、
動くべき時は今ぞ。あ、宇都宮博さん死んじゃう。行くさぞ。準備を万端整えよ。か、約7万。敵勢、知り解けたり。お指図。でも、籠城準備はできてるつもり。籠城で守りましょう。で、国峰をちょっと落としてしまいたい。タコさん、お命令を。タコさんを城を奪いに行こうぞ。いや、跳ね返されましょう。大玉坂家の城を落とすぞ。徳川が豊洲城にめっちゃ食いついてる。あー、そんな吉姫の殿もさすがだ、伊達汚い。辻ヶ関吹っ飛びそうだ。でもまあ、でも来てはいないんだね、こっちに。久の辺とこには。よし、城郭3、次城郭4に、 4になればね、放禄になって、投げ放禄になって平城がさらに強化されるんですけど、今回さすがに間に合わないだろうな。うん、ちょっと待ってね、常備兵、学装、兵法、城郭、学装、兵法、城郭、入れたはいいものの別にないな入れたはいいものの別に特になかったな。後継でも入れようかな。3プラス3、フェニックス。ありがたき幸せ。一応これであのプラス3にはなるから、一つ入れとけば剣豪すでに入ってる。兵法がそう、これが剣豪なんですよ。わかりました。剣豪ね、レベル2にしてもいいんですけどね。剣豪レベル2にすると一気に3000円、高いな。さすがに、さすがに高いな。まあでもせっかく佐竹だからね、これあげたいんだけどね。上州旗頭、せっかく佐竹だからな。せ、まあレベル2ぐらい目指すか。うわ、数多いな、超でかい。申し上げる。ことちゃん、吉報をお待ちあれ。ことちゃん、いい声しとるわ。流言、大塚。いや、佐竹の声説が微妙すぎて。あれ、これ。いかに動くべき。領地取りに来たんじゃなくて、そのままか。で、ちょっと撃退に。感謝いたす。いや、結局高原まだ見つかってないですよ。多分ね、武田滅ぼすまで手に入らなさそうで、この後では侍大将候補だから全員このままでいいや。ねえ、佐竹の鉄砲どこ行っちゃったんでしょうね。いかに動くべきか。なんかね、こういう時ついてまいる。武将エリートしてその佐竹に鉄砲、佐竹にね鉄砲入れたくなるんですけど、僕あの進軍について、自分とこが極端に強くなる。いいだろう。エディットはちょっとね、いや、自分とこが大きく強くなるエディットはやっぱりちょっと迷うものがあって。我らの拠点が攻められるとは。どうかご命令を。遅れるでないぞ。いかに城が攻められておる。到着。そうですね、まあ鉄砲補給が今手元にあるから、それが揃ったら鉄砲補給やろう。
お使いいたします。さあ行くぞ。あ、何どこ、あ、そっか、あそこだ。腕が鳴るわい。徳川も動いた。指図、出陣します。なんかほら、10月だっけ、あの固有政策追加っていう話があるじゃないですか。固有政策追加はあの元々はなんだっけ、あそこ北畠顕家、元々は北畠顕家がめあの公言されてますけど、ちょうだい戦と波岡仲間がなんか追加されるといいですね。ご命令、こいつは我が戦法にて押し通り。ちょっと岬の方の王城設定を確認しないと。はい、この戦法にて正体を決めてやりましょう。大内と三好と龍蔵、まあ龍蔵じゃね、鍋島と被るからって問題があるんですけど。古いところは今いざ敵の退路を閉ざさ、正直ネタの波岡、ネタの波岡を増やすよりは大内三好とか増やすとか優先した方がいいんじゃないのかなと思わなくもない。よし、とりあえず奪還して、お指図を我らがものとします。鈴木定太夫、いかに動くべきか。あ、そうそうそう、徳川の方見なきゃね、はい、我らがものとします。徳川の方も要確認。まあ柿崎はしゃあない、柿崎はしゃあないかなと思うんですけど、さすがに。まあ柿崎にこういう説があっても、まああのなんかそのアイヌ交易みたいなやつあってもいいと思うんですけど、別に大丈夫ちゃうかな。ああダメだこれ、武将が一人か。ああ設備なしだ。とりあえず援軍呼んで話を始めましょうか。話はまとまりました。要は何ですかね。よし、話はついた。みんなの援軍が話はまとまった。それでも戦力負けしてる。北のね、北の3つの城にね使っちゃったから、もうこういう重要設備の役に立つ青楼と工作と石落としと全部使っちゃったんで、真壁武将なんで、実はあの前線守らせた方がねいいっちゃいいんですよね。ただ真壁攻めに使いたいよなっていうね、真壁クラスだとちょっとねもったいないですよね。真壁ね工作負けるんですよこれ、2つ武将だから。守らすにはな、惜しい男だよな。アイスもね、アイスは逆にちょっとアホだからあれなんですけど、まあ今回は援軍中心に防衛して、ああそうですね、忠誠もね、まあ忠誠加護を上げるとかね、まあ国州、まあ前衛が超多いから60日、30日、配通と60日後だから49日、まあそれくらいは、それくらいミスは粘れるか。じゃあ入れるか。じゃあアイスか真壁か前線に出すか。アイスにするかな。
と思ったけど出撃中か。あかんな。あかん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 。あれ、いやそういうわけではない。カラスも、あ、これ大田原もしかして、いや違うな、ちょっと待ってね。今アイス出撃してない大田原は、別にロックされてないで、大田原の代わりにアイスを入れられない理由はないよな。よし、じゃあアイスを入れて運に来ようぞ。工作ばらまく、工作ばらまき&、まあ最後の一つは何でもいいや。ありがたき幸せ。狭すぎる。てかこれあのズームにこれ以上寄せられない。なんかね、工作の範囲が重なってない、あまり。なんかちょっとね心配ですね、これ。ちょっと視点が若干おかしい感じがする。で、アイスのいた烏山にはまさき、あ、これ聖楼だ。貴重な聖楼なんでここに入ってて、ナスが分離、ありがたき幸せ。ナス一族が2条、城攻めを始めよう。城下剣、あ、間に合った間に合った。お、軍事戦来た。軍事戦が取れるとね、もうなんか勢力大きくなった感じがしますね。心得ました。軍事戦めっちゃありがたい。こっちは三春も黒川も囲まれつつある。だから籠城準備は大丈夫。行くさぞ、陣を整えよ。ただいがね、このところに上杉に流れてきてるから。佐々陽平、お指図を頂戴したか。幼少を手に入れるぞ。幼少を手に入れる、続け。ただいこのところにいるからね。皆の者、我らの力を今こそ見せる時ぞ。攻め潰してくれよ。その戦闘にて勝敗を決めてやりましょう。敵の軒口を攻め取らん。いざ、我が部をこの戦場に攻めさん。この戦闘にて勝敗を決めてやりましょう。追っかけましたもんね。別に大使みたいにね、刺激になったりするわけじゃないんですけど、大使だと今みたいに追っかけ回してるときって敵のバックアタックになるから結構ダメージあったりする。そうそう、確かに左近もそうです。左近と定優と織田に投与されなかった人間が上杉に流れてきてる。さあ三春から結構来たな。そうそう、大使の無印の時にね、なぜか尻向けて突撃してきてたんですけど、気があれ何だったんでしょうね。どういう理屈で大使の無印ね、敵がねケツ見せながら突っ込んでくるんですよ。あ、本当意味わかんなかったですね。どういう理屈なのか。この3部隊いやー、尻くらい孫市ならぬそんな感じで。ご命令をくだされ。行くぞ、足を動かせ、歩みを進めよ。行くぞ皆の者。フィニッシュをね、うまくピンポイントで倒せれば3つ、それで問題ないはず。
まず一つ目の国衆がいい感じになっている。ははいざ進め。試されるときと。いや、僕このシリーズでこの男はこんなに役に立つとは思わなかった。佐竹義方、人脈というものを見せてくれ。あ、いいね、いい感じですね。ご命令をくだされ、ご命令をくだされ。試されるときぞ。あれほどと思うものは続け。価値は揺るぎますまい。いかがしましょう。さあ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 、でも今が戦法に手を捨てる。くらえ我が戦法。あとこの線を倒せばいい。今こそ披露してくれようぞ。よしよしよし。いやー余裕。鹿島神宮様様、鹿島神宮への信仰をまた厚くしますよ。これはさてさて、ありえませぬ。なんたることよ。こっちは残ってるけど、残ってるけど逃げ出した。伊達軍は逃げ出した。こちらに。じゃあ軍直ちに制します。このタイミングとかで威風が吹いてるタイミングが南部とかと、南部に外交苦労成し遂げてみせまする。南部もね、利用できればね。で、徳川は辻ヶ崎の攻略失敗。あ、ちょっと、士官士官。富田氏真、政務67。お仕えいたします。二州取り込みはまあ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 。愚心があります。大将野田、醤油の町野田。お耳に入れたきことが。引き抜き考えがあります。氏家か。まあ有能有能。少し難しい。やりましょう。早速始めまする。南部と組んで、あの南部と同盟組めれば伊達を滅ぼせる目が出てくるんですよね。寺さんも作って。心得ました。野戦となる。陣を構えよ。麻生嫁いば三崎ね。ちょっとこれは僕もこちらに出陣いたします。お指図願えますか。出陣する。野戦となる。陣を構えよ。国境紛争の何が国境紛争じゃっちゃう話ですね。今まさに戦争してるっちゅうのは知ること奪っちゃうわ。敵兵我が手にてついえたり。うわ、ポーズで頼りになるな。陣を整えよ。止まれ。3-2か。微妙。戦が始まる。あ、これ狂気させるのか。柿崎9000はちょっとしんどいっすね。柿崎最近信長の予防主人で柿崎聞いたんですよ。でも越後の戦い1人無凸では SSR 無凸1人では何の役にも勝たなくて、いつか剣心引いた時用の、まあ、内省してますわ。うちでおめれを。我が武略をもって万全の敵を打ち払わん。我が方が優勢ですぞ。我
が武略を持って安全の敵を撃ち払う。新潟まで散歩に行けば。そうっすね。我が前に立ち下がる者らよ、砕け散れ。まあ、直江玉勝って四天王コンボ微妙そうな。今お指図を頂戴したか。いや、ぶっちゃけあんだけ出陣出陣言ってたんですけど、最近モチベーションめっちゃ下がってるんですよ。なんでかっていうと、まずプレイヤーランクが30になってしまって、これ以上その強くプレこれ以上強くならなくなっちゃった。プレイヤーランク的には。それとイベントが今もうほぼほぼ終わっちゃってるんじゃないですか。我が前に立ち下がる者らよ、負け知れ。ちょっともう早く次のイベントくださいよね。イベントがないとね、歩くモチベーションにならないんですよ。我が武略を持って安全の敵を撃ち払わん。そばに死にたかったが、僕にね、歩くモチベーションを与えてほしい。敵将ぞ、縄をかけよ。ほどちゃん、よろしいですか。少なくとも銭が欲しい。何言ってんだこいつ。少なくとも銭が欲しい。武将大事、武将の頭が大事。ああ、今週も今日から新月エメント。そっか、それ楽しみだな。またこれで歩けるわ。さあ、これで国境紛争解決。武の古いところは今。敵将、我が手に落ちた。水原惜しい男だな。ありがたく帰らせてもらうわい。確かにね、命天秤にかけられてね、いや少なくとも銭欲しいっすとかね、すげえ強気ですよね。切られないと思ってんのか。いかか、あー、団結中性2になってるし、こいつちょっとカフォ上げよう。なんだかんだでこいつ名物男として僕ね、そこそこ好きなんで。 VU70 ありがたき幸せ。中世に行ってね、これあのここの領地取られちゃったから。そんなでも籠城してんだからしゃあないじゃんね。これ生命送り、生命中なんですよ今。生命で2なんですよ。巨城に敵の攻撃許すとは、領地を守ってもらえんし、功績に目は知らんもらえないし、野心なき者なのおらん。もう言いたい放題やな。言いたい放題、すごい。本当文句しかない。車な、佐竹家臣。あ、和田を断言して追放、吉重の側近、上杉に属する、水戸城の奪還を企む、やられて殺される。これさ、水戸城の奪還、あの主家の転封後に水戸城の奪還ってさ、それ関ヶ原の後じゃん。関ヶ原の後に水戸城奪還するって、どういう心づもりなの。これはちょっとさすがに無理ないか、無茶じゃないかみたいな。ケチはまだか。野郎ども、ついてこい。いや、独立君主になるつもりだったのかな。みんな、ついてまいれ。まだまだまだ
まだまだ戦国の世は終わらんっつって。お前なんでこっちに来た。うん、佐竹が秋田に行った後。ああ、ひょえさんは死ぬ。我が軍略の前に敵はなし。お指図を。皆の者、進むぞ。なんかその殿様を、まあ、佐竹義重の忠誠心でなんか やってるという感じの列伝でもないじゃないですか。これほっとけば、はい、ほっとけばこっちに来るんで。で、何に動くべきか。さあ、早掛けが役に立ってる。どうか、ご命令を。早掛けが役に立ってる。いざ、アダムをこの戦場に示さん。嬉しゅうござる。これ美濃はどうかご命令を。美濃の奪還に来てる。よろしいですか。お、宇治義次。あ、本能じゃね、起きる。起きない理由はない感じ。音はまあいい。大田原の温泉。じゃあ温泉20年の件な。かたじけない。精神性お使いします。いや、来るんかこいつら。お指図。やる気か。戦が始まる、備えよ。温泉20年使ってるって話ですよ。敵兵我が手にてついえたり。北条軍頑張っとるな。さすがに武田滅ぼせば高原一人ぐらいいるんじゃないかなと思ってるんですけど。想像ぐらいから、あれこいつ誰みたいな感じで。ここで気がつけば、この軍略でもって決めてくれよ。
撃退 OK、 一旦帰る。武の古いところは今、まあなんか徳川の成瀬とか光力みたいなイメージだ、上杉の千坂は。で徳武田をどうにかしたいんだけど、とりあえずもう小諸落として蓋してしまうか。小諸を落として籠城設定でガチッと固めるか。最悪箕輪が残るように。また国境紛争かよ。誰よ小牧根。困るな。小諸落としたとして、まあそうね、よく言うなら織田がもうここまでいるんだな。まだ小諸落としても隣接はしないけど。戦が始まる、備えよ。まあ落としに行くか。また籠城設定美濃は。ちなみにうちそろそろ政務90いないか。佐竹義重自身ねえ、ラスト、実はそろそろ武田滅亡が見えてきてるんだけど、武田滅亡、まあ徳川がいい強さに育ってはいるはいる。10万徳川10万10万、上杉も10万。実は戦力的にはね、徳川上杉佐竹の3組。なんすよ辻ヶ崎ね、行っていけなくはないんだけど、一応確認するか。いやでもいなかったらちょっとショック大きいから、 いると信じていくよ。とりあえず小諸落とそう。小諸を落として小諸をガチッと固めて、つつじヶ崎甲状腺とか。いやー岩殿とかね、箕輪はね、いや先にやってしまいたいかな。つつじヶ崎は小諸やって、つつじヶ崎で、つつじヶ崎甲状腺で岩殿を飛ぶで、最後箕輪ラス1ぐらいかな。ただ小諸を落としたとすぐさま守らないと、徳川がなだれ込んでくるから要注意ですね。戦が始まる、備えよ。おお、守りきった。関東の力が一つになって徳川追い払った。こちらに。宇都宮の、ね、本庄もね引っ越そうかなと思うんですけど、特にまあ箕輪落としたら箕輪に引っ越すか。いっそ高野山、僕基本的にガチャは何でもセーフですよ。ガチャアウトだとは思わないんで、気に食わなきゃ引かなきゃいいじゃんっていうだけの話だと思ってるんで。武の古いところは今に動くべきか。ニラ山ね。再現はちょっとムカつくな。僕基本的に引き強なんだけど、再現に関してだけなんかね、引き弱なんですよ。いかに動くべきか。だから再現を許さない。
そうね、臨戦しとこうか。いやー、いやー、ちょっと待って、コモロ耐久3300。いや、耐久3300、あ、マサイキか。マサイキか。マサイキはさすがにちょっと臨戦しときたいんですけど、これ臨戦がめんどくさいな、これ。一括臨戦、臨戦解除早く。よし、今だ。やーっと煉獄投与来たわ。お聞きいただきたい。臨戦まずゼロから個別に指定させてほしいですよね。もしくは一括解除入れてよと思うんだけど。さだまさき抽選12、これ囲んだら寝返るのかな。まさき、お指図願えますか。敵はよく城を奪おう。もうさっきからね、食らいまくりですよこれ。クノヘ中世黄色、中世赤い、もうクノヘ君はさ、クノヘ君はほんと反骨の層やな。まあクノヘだったら感触あげてもいいかな。じゃあちょっと感触あげるよ。お前の喜びにござる。で、かつ、あれ、ああ、もうこれじゃ上げるものがないのか。あ、顔真っ赤。まさに国境紛争中。国境紛争、国境紛争でござる。心得ました。潮目に釣られてしまいましたね。あ、よしよし、この辺りの上司級の連中が総じて侍大将になったな。ありがたき幸せ。これでちょっとありがたく存じ。いわき、須田、尾奈美、遠藤、アナザー、この辺りを上司にできる。たまたま人入ってねえし、たまたまに南の門番アナザー迷った。ありがたき幸せ。遠藤を北の門番アナザーと言いたいところだが、あとなんか1枠空いてんな。たがやん、これをアナザーに変えておこう。かたじけない。はい、うん、あと、オナミちゃんと須田と岩木、いずれも上司級。感謝いたす、感謝いたす。オンに起用。他のやつ結果で、中世赤いやつがいる。タガやつかね、上手最大ボタン、本当にちょっと別にこれいらなかったんちゃうかと思うんですけどね。いわき、有能いわき、感謝いたす。おなみちゃんも一族、ボクサーはありがたく存じ。あ、そうだ、もう軍事制だから頑張らなくていいんだね。僕結構使うボタン、結構使うボタン、かつ一括回にむしろ使わねえだろうっていう。ははっ、おのども、ついて
てこい。いや僕はこれ追加された時、ああじゃあ一括会員そんなに使ってる人多いんだと思ったんですけど、こようぞ一括会員そんなみんな欲しかったんだと思ったんですけど、聞く限り全然そんな感じしないですね。威風弱を狙おう。威風弱を狙って、このタイミングで徳川そんなに動いたら、おお、こちらにいかに動くべきか。敵の城を奪ってくれる。不覚だが退くしかあるまい。ああでも僕大官の一括会員ですらあんまりやらない感じがする。また飛び出た。また飛び出た。致し方なき。せめて軍を祈りましょう。戦となる。婦人を始める。突っ込んでった。突っ込んでった。はい。何をする？これはもうね、城主解任もやむを得なしですよこれ。城を攻めます。入ってる。とりあえず辻ヶ崎に矢印つけるか。岩戸の攻略しながら。ご命令とあらば。城攻めは良き策か。ご指示。遅れてはならぬ。あ、これイフ弱した方が美味しいのかもしれない。ああ、イフ弱しよう。イフ弱する。ご指示。ちょっと甲府に土ヶ崎に城攻めと行くぞ。うん、まあこっちに来てくれる分にはね、岬で迎撃できるんで。伊達はちょっとだいぶおとなしくなってる。一回南部がね、伊達をつっついてくれればいいんですけどね。最上が大ピンチ。お、ここで朝倉殿。いやー、土橋信明、いい男ですね彼も。忠殺を尽くしますぞ。まあさすがにもうそんな失礼できないか。戦が始まる、備えよ。あ、そうか、今高原か。そうかそうか、高原か。土橋信明、高原や。高原や。このままそこにいてくれ。混乱持ちだし、高原持ちだし、知略高いし、あの上司できるぐらいの統率あるし、朝倉景明、かつてこれほど有能だった時代があるだろうか。もういいもんあげるよ。ありがたき幸せ。加賀君もましょう。朝倉景明ってさ、あんま当然あんまりいい印象ない武将じゃないですか。いやそれがね、こんなに有能だとはね。あ、早速来ました。聞き入れくだされ。成田家。さすがにね、海姫はまだいないんですけど。しかもね、いや一番に。確かにね、朝倉殿使いたいんだったらね、一門にするのね、一門にして急いで修正させるので、ね、全然ありだよね。でも琴ちゃんあげるってことやで、この男に。お聞き入れくだされ。いや能力ちゃん50、まあ60、40、70、50みたいな感じですね。いやー、でも琴ちゃんあげられないっすよ。琴ちゃんしかいないもんね。いや、パパちょっと許せないっすよ、琴ちゃんをそんなあんな裏切り者にあげるの。もう評判悪くて名前変えたような男に。
いやこれ許されないですよ、56歳だし。有能、有能、有能。素晴らしいな、素晴らしすぎる。ケチはまだか。正幸はね、もともと嫁がいるし。手際よく城を奪おう。いやなんかね、真田家にね、なかなかできる男がいるらしい、なかなかできる若武者がいるらしいですよ、2人ぐらい。武の古いところは今行くぞ。と向こうをあげるは今よ。金庫有能な若武者の噂を聞くんだよね。ちょっとそこら辺もありなんじゃないですか。パーティー。何をするか。出なよ、進め。要所を取るぜ。あれ、こちらへ。今こそ我が戦法により勝機を見出す時。真田対真壁。武の古いところは今。ああ、ね、欧州の方にもなかなかの若者が。要所へ向け進め。早めに隠れそう。敵軍退けたぞ。終わりにしてやる。これが俺の戦法。ていうかもう終わるじゃんこれね、この一発で。敵の軒口を攻めたらご命令をください。もう古いところは今。確かに僕、ま、雪村も正宗もあんまり仲間になった記憶ないんですよね。でも今回は仲間になるのちゃう。よしよし。何ですか。いや鹿島神宮こんなにフルに使えてるの初めてなんですけど、強強ですね。やっぱこれ一騎が起きてるってことは踏んだら終わりだ。これ落とすか辻ヶ崎。いかに動くべきか。徳川にこれ一騎食らいましたね。城を落としてこようぞ。何をすれば。この城攻め取ってみせん。城を我がものとしたぞ。逃がさず捕らえ。逃げたか。逃げおった。我が心は変えられぬ。貴殿は器が大きいな。そろそろ。まだ尻尾なし。で辻ヶ崎そのままなだれ込むけど、さすがにこの辺が厳しい気がする。耐久力2900、ワンチャンあるな。いけるかもぐらい、いけそうな感じはする。武の古いところは今。さすがに真壁は無理。お指図を頂戴したく。何をすれば。城を奪うと。これ多分即取りになる。即取り。即取り。あ、即取りにならない。お指図を。城を奪ってみせます。そう、今ね小諸に真壁入れるか。真壁を使うか。ここすごい大事な場所なんで。あ、結起か。真壁結起か。地略79だから全然大丈夫だなと思ってたんですけど、
ダメだ、決起だ。決起か。でもさ、工作ばらまけるんだよね、この平城で。だからまあ国境紛争が起きたら毎回金払うとかでちょっと一回ごまかそうかな。こういうことができてしまう。まあちょっと頑張ってみるよ。で人も入れて、石落とし、感謝いたす。石落とし。ああ、おなみちゃんも須田もセイロッカーいいな、いいな。うん、浄化星も入れましょう。おなみちゃんも須田も出世すれば牢城城主になりますね。須田を、おなみちゃん須田、平田清郎、感謝いたす。よしよし。そうね、ちょっと国境紛争覚悟す、国境紛争覚悟での配置で今回は清郎、セロこっち、グラビティ、グラビティ、マグラ、これで小諸一回 OK。 領内装置修復入れたろ。すぐさま必ず山通します。お任せください。でさっさと箕輪を落として支援を広げたい。支援4600。領内諸作もね、そろそろ入れていいぐらいの金なんですけど、残念ながらそんなにいい政治持ちがいない。無理やり頑張る。いやー微妙だな、さすがに。城を落とすぞ。続け。これ辻ヶ崎に引っ越すのもありかな。一層この状況であれば、東はもう牢城で守れちゃってるから、まあ収入がどれくらい下がるかによるんですけど。やったぞ。あ、そう、あと浄化施設で成田がやってきた。矢倉さん、矢倉に連兵場。2マスしかねえ、2マスしかねえ場所。ああ、買うことじゃ何も入れてんし。そうなんですよ、鉱山もあるしね。必ず山通します。隙あらば2だな。ね、2マスしかない場所ってなかなか見ないんですけど、いや、なかなか全国にないんですけども、まあ、森山と小諸、ここの2つは結構印象に残るんですけど、多分まあ他にもどっかあるんでしょうね。あんまり記憶ないんですけど、小諸は特にね、信州の要所なんでよく見かけますけど、そう、成田の敦には成田を入れましょう。成田合体すれば、特にこの成田内田が中心であれば、結構パワー出るはず。ありがたき幸せ。これ下つけたの中世赤いのか。北条九州面わかんねっす。
かんねえ。帰還した途端動きそうなんで、ちょっと菅谷さんってじゃあこのまま斬新。今あー土、影明はそのまま。ありがたき幸せ。信夫様が確か生命だっけね。なんで最終的には信夫様になるかもしれないけど、上司はお前の喜びにござる。成田たちが一つに束やつ。確か今生命が、生命もう一人ぐらいいたような気がするんだけどな。そうだね、さすがにあのバフになってるんで失本されるのもね。カブト回してあげましょう。ありがたき幸せ。喜ばしいですな。徳川が、あー佐竹義久か。そうそう佐竹義久か。やっぱり来るよね。やっぱり来るよね。辻ヶ崎落としたら今度は辻ヶ崎に来るだろうな。こちらに。ふん、城攻めですか。城攻めは良き策か。まあもういっそ先手を取るね、こっちから広告寺あたりに。それはありかも。ただあの主力が今あっちこっちに行ってるんで、あ、府中城からか。府中城おなみちゃん感謝。この上なし。ご命令はいかに。今対徳川に出せる兵力がないんですよね、あんまり。まあ、暴走軍、まあ、本当無理やり、まあ、そもそも本体がね全然っていうね。えらよ。アナザーはこのところから城を落としてみせる。他にもいろいろあっちこっちから持ってきて、戦が始まる、備えよ。相手が悪かった。いや、もちろんボスも出す、ボスも出す。あのただ遠くから順番に出してるだけです。ところは今。建設中。そう、とりあえず頭数で。いかに動くべきか。ご命令。進軍だ。進め。追加。これで現時点で2万。城を落としてこようぞ。城を攻め落としましたぞ。敵将絡めた。たくさん。よし、戦働きは任せろ。よろしいですか。本田正純を味方にしたい。いいですね、本田正純。歌の神。言うねえ言うねえ。15位の城はは。そして後方で後方の軍がいいと言うねえ言うねえ。
まあ、まあもちろん有能な男ではあるんですが、ただあの昔に比べるとちょっと弱くなりましたよね。昔なんか知略80、聖魔80ぐらいのイメージがあるんですけど、本田正純って知略67になっちゃいましたね。まあ結局清掃に敗れたからですかね。宇都宮15万石を要するが、秀忠の布教を買って改易。まあいや、なしでなしで、このとこどうせどっかで仲間になるから、そう言うといて。光が平次一人、これなんなら今出奔したかもしれないですよ。なんなら今ここで士官するかもしれないですよ。あ、小畑だ。3人ほらいたいたいた、これだ。もう小畑ありがたい、本田正純、渡辺勘弁、ある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 、これお使いいたそう。これだったらむしろいかに動くべきか。そう、馬術持ちがね、やっと馬術持ちが増えつつある。オンに切るぜ。じゃあいらないっすよっつったら、あ、すいませんやっぱ入りますっつって、そんな感じっすよ。かたじけない。ちょっと自分を高く売ろうとして失敗した惨めな男っすよ。感謝いたす。うの古いところは今みんな城攻めを始めなさい。地がどうかご命令を。地が今離れられない、そのまま斬新。つつじヶ崎の引っ越しも考えたいぐらいですけど、津田さんに入れて、まあこの一戦終わったら考えましょう。こっちは逆に帰っていいか。おめでよ。よし。あ、いや、そろそろこの辺り出しましょう、暴走軍を。ただここら辺の軍勢ね、基本的にね弱いんですよ。内政移民してるような連中なんで。ご指示。目を通り。弱の弱だから。古いところは今。うの古いところは今。まあ、これで4万。城を落としてこようぞ。僕次第もありません。それに襲われた。マジかよ、もう。もう。届かないんだよ、これ60日じゃ。いや、ギリギリ届くのか。ピンポイントでね、義重を狙ってくるっていうね、このね。腰ベロ60、到着90。帰る、もう義重帰る。知らない。の古いところは。もはや7から帰る。そろそろ衣3まで上げとくか。いや、いっか、出ませんな。実写まず、そろそろ関東の馬術はね、そのうちあってもいいだろうね。そろそろあってもいいような気がする。馬術慎んで受け止まります。佐竹騎馬隊になってしまった。米購入出席はね、いや、ね、自分の城じゃないとできないかな。よし、行きま
ましょう。ああ、そうですね。出撃したやつを補給することはできないですね。米買っても。で、焼かれてちょっと足りなくなったから、ちょっとこれ自分とこの米買って。武の古いところは今城を落としてこようぞ。城はね、大友雷神を継ぐ者、直江継承。でもすっかり忘れてた、宇都宮実はあんまり作ってないんだった。これ成し遂げてみせまする。高得意国衆全然ダメじゃん。これ国衆部隊の腰病浪日数プラス15なあ。これ何、北条いじめの一環。これ北条にはこんな名称でいいよっていう。分かりました。さすがにズバ抜けて弱すぎないって思うんだけど今の。何をするの。城を落としてみせる。びっくりな弱さでしたね。巨栄様が死んだ。あ、従属騎士また来た。申し上げたし。佐野はね、あいついるでしょ。山上同級できる男。山上同級76、78、771。佐野宗綱も全然上手級で、これ天徳寺も上手級。お聞き入れくだされ。そうですね、山上さんもグラフィック革新からですよね。これ戦となるぞ、布陣を始めよう。前座取らなかったな。一回変えるかな。これでこちらに一回引き上げるか。ご命令とあらば。いやでも引き上げたら出てきちゃうか。1、2、3、4。徳川出方もですね。玉がでかい。駿府までね、前線上げたいですね。こうなると。ん、岩殿、あ負けそう。正幸にお下地を願います。正幸に負けそう。どうかご命令を。城攻めですか。なんちゅうこっちゃ。心せねば。そうですね、足利学校武将の経験値ですからね。お指図を頂戴したく、城を奪いに行こうぞ。そうですね、辻ヶ崎の籠城入れておきましょう。あまりにちょっと一応感が強すぎるんですけど。足利学校なぁ。これさすがに籠城するんだったら人入れなきゃいけなくて、まあ、側近に足軽大将たちを入れまくる。に来ます。お、主人、さっき僕が主人最近飽きてるみたいな話をしたチョコですけど、主人面白いですよね。まあでも木曜からイベント再開するんで、ちょっとそれ楽しみにしとこう。感謝いたす。感謝いたす。学校もね、レベルが高いんだったらね、せっかく学装があるからちょっとやってみたい気持ちもあるんですけど。ありがとう。ちょっととりあえずで入れてみた。そう、吉本イベントがね、もうこれ以上そんなに倒さ、もうさすがに倒しても報酬特にねっすよみたいな感じので、ずっと倒し続けてるから外に出歩くモチベーションがねえや。
セロここだな。セロここ。セロここ。最高だぜ。ここだぜ。よし、これどうだ。マサキ強い。マサキマサキ強いな。なんか僕さっきコメントで木曜からイベントあるよって聞いたんですけど、デマじゃないよね。行くさぞ。準備を万端整えよ。負ける。お、なんぼか。互いに支え合おうぞ。よしよし、南部同盟。さすがマサイチですね。喜んでかかりましょうぞ。霊感アプリ僕興味ない。僕ソシャゲあんま好きじゃないし。12ヶ月、好きじゃないっつってね、好きじゃないって言ってんのに。いや FGO やったり馬娘やったり出陣やったりしてるわけなんですけど、ソシャゲやりすぎでしょ。むしろアンテ地下水、アンテ雲兵、八戸県内、湯上さんもここにいる。北信地下、これ波動グラフィック、北信地下か。混乱、有能。威風弱だけやってよろしいですか。引くしか手はないか。あ、兵500以下で引っ込んだの。これで岩丼でも確実に落ちますね。どうすっか。お討ちを願いまする。城を落としてみせる。兵1400、少ない。ではかかるとしよう。いや、またこいつだ。またこいつでした。小牧ね。武田勝頼。あー、これ勝頼ラス1勝頼か。ラス1勝頼籠城するらしいんで、最後は美濃輪の攻城戦で落としましょう。アップデートでね、籠城戦も軍手に入るようになったし、なるべく。あ、赤い男がいる。うわー、どうだろう、これ仲間になってくれるのかな、この赤い男。抽選19。怪しいなー、怪しいなー。あー、威風公はね、確かにその通りだわ。今徳川に1年ぐらい公は欲しい。命を賜りたく、我らで城を奪いに参り。頂上です。一回落ち着きたいんですよね。この古いところは今城攻め成し遂げたり。縄についていただこう。お使いいたします。あら、増殖意見、増殖に仲間になる。従属はね、武田って確か上杉とずっと同盟しなかったっけっていう。インド、あ、本田正信来ました。あ、結城晴友もいいですね。結城晴友、本田正信、そしてインド。残り短き命を賭して働きまする。
僕は8万の兵用意して加工、8万の兵用意して囲む。あれ、勢力ラス1の講和解除僕やったことないんだけど、勢力ラス1の場合全面降伏全武将仲間になるっていうの出るのかな。僕ねまだやったことないんですよこれ。ラス1講和解除はラス1降伏勧告は戦となる武人を始める。ああ出るんだ。あーじゃあ用意してみるか。あなんかね全方位じゃなくても出る説もあるんですよね。それ水野家康安藤渡辺強いですね。さすがに強い。あ確かに領内政策武将だ。確かに領内政策が、ね、やっとできるわこれで。部族しか見たことない。まあちょっとやってみるよ。10倍の兵用意してせっかくですから。これ畑最後の相手は最後の源氏対決は徳川ですかね。要所を狙うぞ。徳川がさすがに武将の質も兵の数も進軍を始めかなりいい。要所を手に入れる時ぞ。撃退するぞ。あれ、要所は我らがものよ。命を賜り敵が止めされる時ぞ。我こそはと思う者は続け。水野と正面か。お指図願えますか。守らねばなりますまい。すごい。我が前方にて押し通る。他の要衝で我が策あらば負ける。皆も力を振るうのだ。我が前に立ち塞がる者らよ、だけ散れい。いやつがね、よって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 しますね。だこれでもう、抜き口に入ったんで終わりですね。いかに動くべきか。他の要所を制す、自分が試される時ぞ。あれこそはと思う者は続けい。心はよい。文脈というものを見せてくれ。ははははちょっとね、足りない感じがしますね。それで城に張り付き願えますか。いかに動くべきか。結局も一つ取る。ああでも次来てますね。これもう一つ軍を取るような米の余裕がないかもしれん。こちらに、まあ、とりあえず張り付く。タイミング的にはこっちの方が先に占領できるんちゃうか。皆の者、城を攻め取れ。いや、これもう米がない、うん、米がない。皆の者、騎乗する。これを占領した瞬間、交渉出しましょう。やりました。皇徳院がかつての輝きを取り戻した。あ、早っ。占領、くっそ早っ。びっくりした。今のタイミングで向こうの方が占領早い、向こうの方が占領早いのか。びっくりびっくり。まあ軍3つで囲んでる状態で、まあ部隊がね1万9000とかいたのと、まあ何らかしら持ってるのかも。まずは話してみよう。固めの草打ち切りたい。あ、いや全然大丈夫だった。全然大丈夫だった。30ヶ月は逆に長すぎるからこれでいいかな。
いいよ。話はまとまったか。帰ろ帰ろ。無の古いところは。いやよしよし、これで今武田滅亡に注力、全戦力いけますね。感謝いたす。で、領内諸作に関しても結城春人も確かこれかなり長くいきますよね。結城春人も上司でもいいんだけど、今はあの政務90にしてもいいかもしれんな。ではかかるとしよう。今度じゃね、まだ1年、丸1年ある。上杉もなあ。あー、最上が死ぬ。最上が滅ぶ。とりあえず武田ですね。全戦力武田で。結城春人もこれ統率64の底力上手にしないと若干もったいない感じはするんですけど、結構ね上手にしたくなる能力してるんですけど、でも今はちょっと政務90が2人欲しい。感謝いたすぞ。あそうだ、今はい、なんか代わりにあげるからさ。その怒んなよ、その怒んないでよ。刀とか雷切りとかあげるよ。中世12恩に来ようぞ。そう、結城すっげえ長生きですよね。下手すると結城秀康とどっちが先に死ぬんだっていうレベルで。嬉しゅうござる。さのあ、そっか、あれ、あの戸様がもう、戸様ね、あれこれ入れてても吸収できるんですよ。今勝手に吸収しましたけど。あの結城秀康死んだ後の結城家ってあまりいい感じにはならなかったんですか。ありがたき幸せ。よどほじゃんね、あったら入れ、あったら入れとるわ。あったら入れとるわ。でもちょっとごめん、確かに久々にチェックしてみよう。もしかするともう入ってるかも。ないないないんすよ、なんかね、ないんすよ、領土保全。持ってるやつがいないわけじゃないんだけど、いないわけじゃないんだけどね。まあそのうち昇進するでしょ。結城の名前すら残らなかったんだ。まあまあまあ、持ってる以上はそのうち昇進しますよ。じゃあ全戦力8万出さないと。幸福に追い立てるには。わかり申しました。申し上げる。8万って結構大変ですけど。ちょっと2-3ヶ月、小畑、イカルガ、渡辺勘弁、この辺り上司級。ニコガミ、感謝しております。あ、モガミ転んだか。ありがとう。あ、違う、結城春人もある。結城春人もは、よいしょ、お任せください。で、成田系が、お前の喜びにござる。成田感謝いたすぞ。いやでもね、大名は確実、まあそうですね、大名は確実に上杉に一回仕官しちゃうと思うんですけど、最上だったら逃げる可能性もありますよね。むしろ引き抜ける可能性もあるぐらい。ありがたき幸せ。お前の喜びにござる。山上道久、足軽大将かな、もしかして。
足柄大将ですね。山上道家を侍大将にしてあげたいな。じゃあ渡辺官兵衛よりも優先しよう。お前の喜びにござる。いやー、信長そんな、信長様はそんな娘にふさわしいと思わないな。あのちょびひげ、能力値の低いちょびひげめ。岡部正人、忠節を尽くしますぞ。岡部正人から今日や、まあ、そんな大した教練じゃないんですけど、岩戸のあたりにポンと入れて、恩に着ようぞ。戦国東洋物申します。さあとりあえず兵力を貯めて8万な、8万、家宝庫、家宝買って、領内諸作は辻ヶ崎、国峰、佐竹、本田、勇気。いやー楽だ。ではかかるとしよう。あー、この兵力増える火災を一時的に入れる、ありですね、ありですね。でもぶっちゃけ今そろそろ 10% なら入れてもいいんじゃないかなっていうね。集落掌握速度減少 30%、佐竹義久入れるか、入れよう。ちょっとね、試しにチェックしてみましょう。例えば、つつじヶ崎の武将、行動、建設、昭和、大田原が105日、ああ、太田三楽の方で。でもこれ 60% なんですよね。試しに入れてみるか。試しに入れてみました。60%。おお。おお。おお。重すぎ。さすがに重いですね。ちょっと びっくりの重さだった今。まあ、あの計算が、あの全体、まあた そう単純な計算じゃないんだと思うんですけど、いや、そういう感じになるんだっていうね。え、領内施策全部やるつもりじゃないとダメですね、あれ。さすがにえぐい。1マスで1年ですからね。まあ、ちょっとの今回の武田包囲戦に利用しますけど、それが終わったらの 10% か何かに戻しますわ。だいぶ途中切れまくってましたね。いやー、一生懸命いやー、そんな、そこまでそもそも大量にいないですね。まあ、いや、まあ労力、プレイヤーの労力を考えないんであれば、実際問題、あの結構内政終わってるから、これから内政するぞっていうところに一生懸命チームを回すとか不可能ではないかもしれないですけど、さすがにちょっと面倒くさいですね。まあ、でも兵力で3割アップだっけ、2割アップだっけ。お、一気に名所来た。足利学校、
足利学校。承知いたした。万願寺。お、万願寺レベル2か。特性レベルプラス2。強い。受けたまわりましたぞ。あ、籠城とこ行った。ちょっと。もう。もう。お聞きいただきたい。もう。ダメ？ググ財政破綻した後、なんとか復活しねえかな。もうダメかね、こうなっちゃうと。晩作つきもんしたわ。これあれだね、あの万願寺と鹿島神宮くっそ強い2つが割と近くにあるから、佐竹はあのものすごくいい言い方するとそのめちゃめちゃ強い名称2つに最も近い勢力ではあるんですよね。なんと南に万願寺、北に万願寺、南に鹿島。美味しい。上杉多分ね、多分武田と同盟してるからダメだと思う。武田と上杉が、あと姉が工事が従属しちゃってて、どこでこんなん滅びよって話です。早くこれ4匹残ってるんだもん。あの子なんで織田も上杉を無視してるんだろうね。ちょっと引っ越し見てみるわ。高っ、3万。ああ、まあ3万。あーでもまあそう悪くはないかな。こっちに引っ越すとあのこの辺りの金山銀山が少し黒川の金山ぐらいかな。そんなに悪くはないですね、辻ヶ崎。まあでももうこれ滅ぼしましょうか。滅ぼすか。川越ね、開発が終わってるから、あの開発終わってるところってなんか若干もったいない気がしません？開発終わってるんだよね。まあ滅ぼしますか。やりましょう。ちょっと西田森信とか三代木村とかがなんか嫌な予感がするんですけど、一条信達もね、なんかいつも鼻釜にならないイメージあるんですよね。これ西田と雪村と一条はいつも仲間にならないイメージがある。でもそのジンクスをどうにかしたい。国高造形やってる。いかに動くべきか。まあ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 。ああ、いやー、そうね。ちょっと。そうね、太田さんだか外しますか。佐竹義久兵糧収入減少 30%。 逆に兵糧収入減少 30% の方がなんかなんとかなるんちゃうかなっていう気がすんな。米問屋あるんだったら。まあ太田正景にしてみるわ。いや、佐竹義久にしてみるわ。ありがたく存じ。ああ、沼田落として武田にあげる、なんかすごいテクニカルなこと。話を聞くとしようか。ああ、テクニカルすぎて面白いですね。沼田を落として武田に与えて、武田の金収入が増えたところで籠城したところでとどめ。本当かよ本当かよ。
どころは。まあそうね、北条みたいに、北条みたいに従属する可能性があるから。いや、もう行きましょう。行く行く、大軍で攻めます。で、もう従属来なかったらもうしょうがない。ご命令を。その時はその時っす。いかがしましょう。いかに動くべきか。敵の城を奪ってくれる。目を賜りたく、我らで城を奪いに参る。ボス1万も出してみて。城攻めは良き策か。音に聞こえし、師匠真田正幸遅れてはならぬ。まあ、正幸は多分ね、高確率で仲間になると思うんですけど。はい。で、はっ、皆ついてまいれ。城を攻めます。あー、東洋火災お使いいないわ、いない。なるほどね、こういう時にピンポイントで東洋火災ね、いられれば確かにね、確かにね、ないんですよね。こういう時の東洋火災な。あの、こっちから停戦を送るのでは、あの、従属取れないんですよ。向こうから来なきゃ。どうかご命令を。遅れるでないぞ。これ色が、色違いだから、赤いのが武田軍ですね。遠くにね、東洋名所ね、これね、立石寺、立石寺立石寺かもしれんけど。ちなみにこれで僕現状兵力10万。さすがそれは少々。足利学校8点、獲得経験中。え、立石寺なの。ちょっと見ましょう。前も見なさい、前も読んだような気がするな。そう、立石寺ね、立石寺、立石寺。攻略、全然ないっすね。流言、稲城森君、この摩擦、このか、うん、いやー、降伏させられればいいんですけどね。嬉しゅうござる。やりました。我が主も籠城しないよ、籠城しないよはしょうがない。あ、いや違う、パンダスか。あ、リバプセイ。我が策の前に敵はついえ。リバプセイ、リバプセイ。ダメだよな。ご命令を。ダメだよ。軍を動かす。続け。陣を構え。戦に備えよ。はは。行くぞ。皆の者。いざ進め。戦となる。ああ、飛び出てきた。上進いたします。我が部、俺にあり。ああ、まあ、こっちから行くのは本当特に何もないですけど、一応見てますけど。まあ、こっちから従属っていうのがそもそも出てこないんですよね。ちょっと残念そうだ。戦をやめるのではなかったのか。そうか。かわいそう。
まあもうまあもうしょうがねえわしょうがねえな。攻め落としてみせた。おとなしくしやがれ。ちょっとかわいそうだった今の。そう、相手がね、路上すぎればね、こう、カンフできるんだけどね。さあ、中世パツンパツンの。あ、でも池村、中世14なら来るんちゃう。お使いいたそう。うわー、なんで14で来ねえんだよ。14で来ない男。ああ、そうね、もう絶対、いやー、そうね、最初からリリースね、ありでしたね。最初からリリースありだったのに、今の西名、少なくとも西名はね、リリースするべきだった。西名リリースするべきだった。いやー、14の生き物もね、来ないと思わなかったな。おばたもね、来てない。そう、一条だけ来た。一条、そう、少なくとも西野はやっぱりリリースするべきだったな。なんとありがたい。池村は僕14にちょっと期待してしまった。あれ中世14じゃんっつって。いや、その籠城、そもそも籠城してくれないんですよね、財政破綻して。なので、まあもうやるしかなかったなっていう。放置してれば、放置、ずーっと放置してればそのうち籠城してくれたかな。ご命令を。よいしょ。まあ、まあずっと籠城してれば、もしかすると、ずっと放置してればそのうちまた籠城してくれたかもしれないですけど、まあまあまあということで。勝頼くん、そう、あのうちのね、従属国の北条にでも行ってくれればかな。これで箕輪の大使を勝頼にするか、ちょっとやだな。辻ヶ崎に帰っていいよ。御に来ようぞ。辻ヶ崎に帰る。よりマサイ忠誠がよろしくない。忠誠10勝てるね。めっちゃ長生きしますよ。70まで生きるんで、ありがたく、あと40年ぐらい生きるんちゃう。マサイ、いい兜をあげましょう。ありがたき幸せ。マサイキはね、もともと嫁がいるし、マサイキ年齢がちょっとあれなんで、信行くんのところで今仲間にならなかった。まあこの中だと信行くんかな。感謝いたす。信行くんか。マサイキに愛。御に来ようぞ。岡部元信。ありがたき幸せ。いや、結構一気に。ありがたい。北畠智則。老害の喜びぞ。千代女もいるか。千代女、村松。村松殿は旦那はどうした。ありがたき幸せ。そうですね、千代女は側室に放り込んどいてもいいですね。恩に来ます。そうですね、千代女は割と生命上司になってくれるありがたい女。もう割と千代女はこの千代女は側室率高いですね。49歳、熟練の手札。これは棒ガラシの千代女ですわ。棒ガラシの千代女を身の腕でも入れて、まあ、中世そんな困ってるやつはいないんですけど、渡辺勘兵衛、弾けない。武田信豊はこちらに。
謝いたす。そう、本当毎回毎回ですからね。商用権かたじけなし。一条信達も上司級なんですけど、あーもう侍大将か。全然いい。武田勝より岩戸の一条信達感謝いたす。真壁千代城スタッフ、まあまあ、よし、これで一旦配置 OK で真田のとこに娘を嫁がせますかね。城へと引き返せ。信之君、信之君嫁がせるか。まあ信之君はいつもなんかこういう嫁をもらってますね。まあ割とお似合いなんじゃないでしょうか。16歳17歳、めでたい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 。じゃあ信之君移転もね、ちょっとねどうしようかなってところはあるんですけど、67、80、一緒にするとバフ的にはちょうどいいんだけどね。ありがたく存じ。稲姫とは出会わなかった世界線なんで。老害の幸せ。朝日の安子も強烈至極に存ずる。さあこれで本能寺が起きる。いやそういうきっとそういう星の元にいるんですよ、気の強い嫁をもらうことに。300ではかかるとしよう。ご命令を。ね、もうちょっとね婚姻関係ね融通聞けばいいんですけどね。それとも配下同士結婚させられないのが本当不満。おだけはまあ基本的に満たしてますよ。満たさないことは まずないと思う。満たさなかったことほぼほぼ見たことがないんで、1回だけあるかな僕配信だと。うん、まあ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 満たしてますね。あれがこいつすぐさま従属。まあそらそうですわな。いやー、北条はね、分からん。まあ結構なんだかんだで北条今結構戦力あるじゃないですか。37,000、城4つ。安土にいない時はね、あれ多分歴史面とかつながっ、斎藤家滅亡が起きなかったパターンですね。ですよね。1560年ぐらいからスタートするとたまに斎藤家滅亡が起きなくてっていう。物申します。そうですね、ちょいのんびりして、徳川とは10ヶ月ある。雪村探しさん、第2軍を作るかですね。そろそろ暴走第2軍を作って、今取れなかったやつを取ってもらうとか。そうするか、暴走第2軍を作ります。納得にはほど遠い。心得ました。
まあ徳川に結構近いんですけど、まあ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 、こっちの方があるからまあ大丈夫ちゃうかな。大河内取られてる。あー、徳川にここを取られたか。なかなか、じゃあなかなかレアなケースですね。レアなケースが発生してしまったわ。わあ、僕多分配信など2回目ですね、本能寺が起きなかったの。なるほど、なるほど。なるほど、本能寺が起きなかった。本能寺起きなかったのはちょっとちょっとちょっと、感謝いたすぞ。いやー、これは源平合戦ですかね。織田とやり合うのか。ここ前線じゃないんで、もう籠城しちゃっていいやな。別にもう軍団化しちゃっていいや。承知しましたぞ。ちょっと一応第二軍作っといて、というかまあ運が良ければ流れてくる。じゃあこれ北の守りとかどうするとか考えなきゃいけないですね。北の守りを小諸を押さえて、小諸を押さえて、こう、武将の回収、まあ今から徳川ですかね。そうなんですよ、こうなるとね、上杉ね、仲間にした方がいいですね。そうそう、ちょっと上杉仲間にしちゃいましょう。上杉と対信長同盟を組みましょう。心得ました。確かにね、あの上原城と豊石城をしばらく徳川に持っててほしいな。これであの織田ブロックになってるから、織田ブロックしてるうちに突き進む。もう場合によっては、あ、いやでもあかんな、どっちにしてもどうにかしなきゃいかんな。対伊達はね、放置しててもいいんですけど、従属は絶対しないし、ここで一回ここでね、威風やってしまえばもう伊達二度と逆らわないとは思うんですよ。むしろそのうち流れで滅ぶとは思うんですよ。一回やろうか、伊達今のうちにドカンと。そうそう、前やろうと思ったのは小高城で威風中やって、相馬丸森ぐらいまで取る。で米沢で工場威風やって、さらにドカンと取る。やっちゃうか。やっちゃうわ。やる。対伊達始めましょう。丸森はね、そもそも隣接しないんだよね、僕が。飯食われたな。これより集金に励みます。今のだったらね、12は難しいかもしれない。1,2,3,4,5,6,7,8,9、国衆遊女。徳川ね、あと10ヶ月ぐらいだと思うんですよね。10ヶ月あればね、十分に 1,2 戦できるから。あ、上杉から援軍来ちゃう。そうね、これね、初手ね、
威風強が出るんであれば、敵がね分散しないんであればね、ここら辺で威風強できれば美味しいんですけど、強狙い強、まあとりあえず出してみるか。そう、12部隊出るかもしれないからとりあえず出してみるよ。ここから何日ぐらい？命令をくれ。110日。じゃあいいや、出しちゃおう。やるども。城は分取るぞ。小高城だと援軍来ないね。氷に石山。氷に石山ならでっか。氷に石山だったら来てくれるだろうか。ご命令を。城を奪ってみせます。米沢には矢印つけといた方がいいですね。上杉が行かないように。いや、上杉とだったら同盟だ。ご命令を下され。いざ進め。お指図を出陣します。まあ、今伊達殴って、今伊達に致命的なる一発殴っとけば、いかがしましょう。どっか流れのタイミングで伊達滅ぼせるかなと。はい。お命令を。いざ。滅ぼせるならね、滅ぼせるに越したことはないんで。お指図願えますか。わしに従え。城を落とすぞ。ご命令とあらば、城攻めは予期せぬか。いかに動くべきか。おなみちゃん、確か政宗の宿敵、政宗のことを突き進めなかったっけ。インド、新しい坂では格乱の弁大城清盛富田成田。よろしいですか。あ、文芸師、まあ聞いてください。文芸師なの。じゃあしばらくあれだな、辻ヶ崎に引っ越すことはないだろうから、辻ヶ崎領内施策突っ込んどこ。あれ僕鈴木茂官とかいんの。でもまあどうせ死ぬか、そろそろ。そう、佐竹 PK と成田 PK が。はは、城を奪うぞ。本当はね、武田を滅ぼしたんで、馬術持ちが かなり入ってるはずなんで、馬術のね調整した方がいいですけど。こちらに城を奪えば有利になろう。頑張るもんね。病には勝てぬか。いや、伊達ね重足国一つ持ってるんですよ。それがあるんで、わあ、やっぱばらけたな。そうなんだよな、結構ばらけんだよね。武の古いところは今城を取りに行く。お詫び申し上げます。大関が顔を上げるよ。ありがたき幸せ。武の古いところは今。それで進めるがよい。
よく集めてくれましたね。あ、増えすぎか。あ、そっか。そうだ、上杉の停戦切れるのは先でしたね。ちょっと困る。上杉信玄は出してるんだけど、12南部出し直し。おかめ、賜り申した。あれ上杉って、あ、上杉別に停戦もともとなかった。そうか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 、すいません勘違いだ。先に、ね、一発殴っといた方がいい感じなんですけど、まあもうここまで来たらとりあえず立てですね。戦の支度だ。こっちへ。いかがしましょう。こっちへ。城を落とすぞ。武の古いところは今。行くさぞ。陣を整えよ。やるども、戦の始まりだ。よしよし、9の13。ちょっと2部隊入らなかったですけど、2部隊入ってないのが心配なんですけど、まあやりましょう。これね、今この瞬間を逃すとまたねグダグダになりかねないんで、やった方がいいな。うん、鍵崎、渡り、片倉小十郎、片倉北、鬼には綱本、伊達照宗、鬼には下げ伝い、いいメンバーですね。いいメンバー。こっちは太田、トリプル太田、娘婿信之、菅根、成田、さあ、ちょっとね、武将に負けてんね、これ。武将にひどく負けてんな。片倉小十郎。もう、太田ジェットストリームアタックはね、頼みの綱っていうね。予備5部隊ね。これ互角ですね。あ、柿崎はちょっと衰えてる。衰え柿崎、真田いい感じ。ここはまあなんとかなるかもしれん。こっちは強撃取れてるのが何より。武の古いところは今。
しきれましょう。ここは私が先方に突進します。あれ行きますよ。足向かったのか。無の古いところは今。無の古いところは今。足向か硬くなきた。厄介げな。これ3人でフルボッコにする。こいつ戦闘に乗じておる。さて我が策にて仕上げと参る。逆にこの二人を、この二人をここで足止めしてると思えば。やろうとかやろう。お前らの力を見せてまたすぐ勝ってるし小十郎も足止め、北も足止め。この片倉一族の足止めね、ほんとめんどくさい。今へ見せてやろうぞ。よし、よし、これをかける。ここを取って、ここを取って、ここを取って、ここを取ったら勝ちだ。うわ、止めされる時と。そんないっぱい取ったら勝ちだ。それは勝つだろうって話なんです。今は軒口を守るやつ。いや実際足止めね、足止め効果的なゲームですからね、これ。おさしず、今こそ我が戦闘により勝機を見出す時。いかがしましょう。下山。ははっ、やろうとかやるぞ。お前らの力を見せてみろ。今へ我が戦闘を見せてやろうぞ。ここはここでこの軍略でもって詰めてくれ。終わったー、柏柏あそこ実はっていうかめちゃめちゃ有能な先輩だと思うよ。いやいや、さすがもう鹿島神宮への信仰厚く。いったいった。ありえません。まさむね、このとこウルチャロしてるし。ありえませぬ。しかん、やしろ三人も。やしろ、堀江、やしろ、うん、が川島。うん、これはまあ来てくれるだけ本当に励みます。米沢は籠城状態ではあるから。ヨネザワを落としてしまうか。これ大崎を滅ぼせば伊達従属するか。あーでもまた上杉更新したかな。鹿島これさらにレベル上げられるのかな。レベル2半減条件、関東の城31個の支配。もうちょっとじゃないですか。北条がギブアップすれば。関東の城31個、北条が4つで、あと二大山とかも、二大山が含まれてる。二大山あたり無機的にこれなかなかチェックあれなんですけど、まあ実質地方統一ってことですかね。ね、31分の25って書いてるから含まれてなさそうですね。これね、ちょっとね、こうスクロールで見にくいんですけど、切れちゃうから。うん。二山広告寺とかそのあたりも、二山広告寺プラス北条4つで31かな。条件も結構確かに緩いですね。さて、伊達をこれどうするか。今ね、あ、南部が行きそう。行っちゃえ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 。南部が行ってくれるとありがたい。で、この籠城設定の2つを解除、解除で、三春の
三春の吉方を大崎ね、攻めればギブアップするかもしれないですね、即。いかに動くべきか。ああ、これ、あれだ。あれだ、籠城戦、籠城っていうか。じゃあ、ちょっとこれ、やりますかな、あれを。いかに動くべきか。日数5万。米が足りない。いやー、さすがに10倍、さすがに10倍はちょっと用意が無理かな。8400。いやー、駅村ね、わかんないっす。でも見なければきっとまだ浪人ですよ。はっ、城を奪うぞ。我に続け。お高城の攻略を始めよう。どうかご命令を。うん、まあさすがにちょっと無理するところではないかな。一回帰るか。城攻めですか。心せれば。いかに動くべきか。一回帰ります。心得ました。お聞き願いたい。ちなみに上杉は止まってる、徳川はあと6ヶ月ですね。あと6ヶ月あれば早めに動けばもう一攻め。遠いな遠いな。これここが特に遠く感じるんですよね。これ寺池城から北高水寺まで。さあ、そしてさらにその先の九戸な山の奥へ。高速道路もないこの時代、こんな距離を行軍したら人が死ぬわ。三春の籠城セットを三国でも移すか。1回。どうしようかな。氷西山を落とす。氷西山を落として明星降伏勧告する。米沢、まあ米沢の兵の回復を待って囲むか。米沢ね、せっかく国力のあるところですから、まああんまりもう前線ではないんですけど、東の端ですし。相馬丸の氷三春、ちょっと上司がいる。工場戦で米を稼いで、そこでさらに運に行きます。スタ江戸身分かかりづらい。見張る妨害の喜びぞ。南部がね、積極的に動いてくれればっていう感じで、おそらく南部でも実際今火ついてるんで動くでしょう。ありがたく幸せにございます。岡部、矢沢、うわー、上司級だな、これ全員。みんなもうちょっと出世して、ちょっと今起動中。あ、動いあんま動いてないクノヘはこれまだ稚魚約束してるから動けない。まあちょっと今小高城落としますよ。今小高城落としちゃって、敵
敵の城を奪ってくれる。神明を落としてお使いします。で、米沢は10倍の兵を用意したい。1万4000、7000、7万。あ、また延長しちゃったか。あ、小高保険残しといてもね。そうね、うん、はい、そうっすか。お打ちを願います。この後ね、使えてみるもよい。あ、この国境紛争、そういえば上杉か。温泉が欲しい。政務38以下の武将、相当政務ないぞ。そんな政務なさすぎやろそれ。もう政務なさすぎて、もう手をかすら食いたい。恩に来ます。そうそう、これ確かにその国境紛争は解決した方がいい。わかりましてござる。そうそう、算数を教えるレベルですわ。任されました。ちょっとどうするか迷うレベル。旧車鋳造2段2段じゃねえよ。はい。しかし本能寺なき信長だから、これから先どれくらい伸びるのかね。本気を出すと上杉とか瞬殺されそうな気がする。そうですね、最終的にはね、これね、小人町にしちゃいたいですね、後々。さて、まあ米沢やるか。さすがにちょっと残り4だと動きにくいですね。ちょっと一回対伊達方向ストップだわ。残り4ヶ月だと米とか貯め直して。良案があります。いかがでしょうか。新しい田村で、もう毛利が死にかかってる。友の乱に襲いかかる東堂高虎。羽柴秀吉軍、明智光秀軍、むしろ明智が信州だっつうのか。明智信州、あれ柴田軍ないのかな。柴田軍どうしちゃったのかな。羽柴明智信長、つつじヶ崎経由で神原で威風今日やるか。神原で威風今日やるから、ちょっと兵の回復とかなんだとか優先しよう。ちょっと小田に
下につけて、この辺り内政終わってるところを主に臨戦して、よし今だ、いやこれまああの実際問題どっかであの木曽福島まで攻め上がって抑えてしまった方がいいような気がするんですけどね、東海道進むときも、まあ、浜松まで進行したらあのこっちをもう太陽だやり始めましょう。ここで一回蓋して岩村、いや木曽福島かな、桜ボラがあるんで、まあ、木曽福島でギュッと押さえちゃおう。一旦浜松ですよね。お聞き願いたい。あ、そういえば論功交渉全然してなかったわ。あ、そういえば論功交渉で思い出したけど、その知略系統のやつが入ってるから、知略が入ってんだよね。恩に着ようぞ。まあでも知略修行してもそんなに使いたい戦法があるわけではないじゃないか。ありがたいの。佐竹義重九州連打するか。あ、外せない。あ、でもちょっと佐竹義重のあの九州連打。ありがたき幸せ。剣豪心得での。剣豪パワーで九州連打ちょっとやりたい気がするな。恩に着ようぞ。真田とね。ああ、そうそう、武田伝取れるもんね、そういえば、これ、そのうち。恩に着るぜ。勝頼がね、侍大将士だったんで、そのうちすぐ行けると思う。ありがたき幸せ。太田と菅野屋さんがレベル3まで。感謝いたす。ちょっとね、織田伝も信清が仲間になってから久しいんですが、まあろくに使ってるわけじゃないんで。剣豪、まあまあですね、朝倉伝とね、今川伝、まあまあまあ、ちょっと武田伝を入れたいですね。佐竹騎馬隊がさらにパワーアップ。よろしいですか。どうかと停戦2ヶ月。よし、開きの使用もなし。義宝剣、伊達の義宝剣。ちょっとね、人の配置を細かく見直したいんだけど、僕もだいぶ脳みそお疲れなんで、まあ、次の配信まで。要案がございます。この兵必ずや全うします。使えるとするか。今日また知略、まあ、知略50以下結構多いですね。知略50以下、いや、なんかこんなの入れてあげるよ。20年多い。微妙にもったいないけど、まあ知略大事。ありがたいの。お、松平だ。有能松平だ。貴殿をある人を仰ぎましょう。この松平や寿司源は松平姓ですけど、結構うろうろしてるイメージがある。感謝いたす。この辺りは侍大将になってくれ。まあ松平もさすがに末端になると結構外れるんちゃう。まあそれでも全然バフに使えるんでしょうけど。やり遂げてみせましょう。
よろしいですか。さあ停戦切れた国境紛争が始まる。また国境紛争を。またまた国境紛争を。受け止まりましたぞ。いや徳川家めちゃくちゃ人多いですもんね。わかりました。南部協調。南部軍つか。申してみるがよい。1万ではね、あっさり撃退されるでしょうね。1万ぐらいでは。ああ、友の浦が。友の浦が炎上してしまった。そして長塚部ももう大ピンチ。さあ、やるか。対徳川戦、威風今日行きましょう。佐々木義重。初あ、あれだ、ちょっと、あれこれ、あ、さっき義宝剣くらったからか、太田三落。ご命令を。お指図願えますか。ご命令を。さて、お指図を。初期からのエース、太田三落が出せないのは残念なんですが。いかがしましょう。はい。お指図を。遅れずついてまいる。いや、敵の城を奪ってくれる。そうね、この威風強の後間違いなく駿府まで取れる。その後威風、その後停戦するかどうか。停戦して伊達に貴殿にわしを扱えますか。ああ、これ信康事件がなければ、あ、そうか、信康事件が起きてれば。あー、そうなりますね。織田従属か。信康事件が起きた後、あ、それ結構辛いっすね。突然織田に吸収される可能性があるのと、徳川を滅ぼしきらないと吸収されちゃう。でさ、よりにもって新宮城まで行かなきゃいけないっていうね。あ、これ徳川九州難しいわ。多分無理ですね。じゃあ伊達を吸収しないといけない。おお、黒田官兵衛だ。珍しいですね、滝川でもなく明智でもなく黒田官兵衛。剣豪これか。いやー、さすがに駿河を残しての進軍はどうしても力が足りなくなるんで。あ、ちなみにもう、あの、もう戸沢までも吸収できるようになってるんで、やっぱ伊達を絶対滅ぼして人を確保しないといかんですね。なのでまず今回勝ったらまた停戦して伊達を滅ぼしに行きたい。できればね、南部従属化したいですね。おる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 。和田、こちらだ。和田、ふん、城攻めです。上杉信用60。よし、一回これで上杉同盟。我らこれより盟友です。北条吸収するためにはね、もっとうちが拡大すれば吸収できると思うんだけどな。心得ました。政策もそろそろ、といってもまあ、城郭カンストさせる。合点承知だ。城郭カンスト合点承知。現場性はあんまり割に合わないイメージがあるんだけど。馬術、まあお寺さん一入れとくか。
兵法師団に入れたいんだけど、ヨシゲはめっちゃ長生きするよ。めちゃめちゃとは言いませんけど、めっちゃ長生きするよ。そう、電話で、ね、取るんだったらね、ほんと2位ぐらいまで取らなきゃいけなくて、すげえ紙使いますからね。武の古いところは今足柄に旧部隊。ご命令とあらば、城を奪えば有利になろう。あ、いいね、小笠原。はい。城攻めですか。心せねば。やり遂げてみせましょう。やり遂げてみせましょう。ロナソフさん、ちょっと贅沢に入れてよろしいですか。はい。下からこんにちは。城を奪ってみせます。そうそうたるメンツですね。まだ早い。お命令を。敵を消しなす。さあ行くぞ。腕が鳴るわい。12-15、いい戦いです。12-15、やりますか。10万対13万。いい戦場だ。これは大変ありがた戦場。はい。ご命令を下され。要所を制する時ぞ。武の古いところは今。戦った犬ぐい。あら、我らの力を今こそ見せる時ぞ。敵を攻めます。もう勝ちの曲。そして鈴木重秀、貞湯が上杉にいるかと思ったら重秀が徳川っていうね。お命令を。要所の守りを固め、撃ちまくってやろうぜ。ここね、鉄砲撃ちたかった、射撃したかったんですけど、ご命令を下され。邪魔るわ。いかがしましょう。今こそ我が戦法により勝機を見出す時。こいつ、我が戦法にて押し通る。ここで三部隊の敵がここに詰まってくれたのは非常にありがたい。我が試される時ぞ。あれこそはと思うものは続け。このまま押し切りましょう。右がちょっと大変です。我が軍略の前に敵はなく。敵を退けます。やたから鎖門を掲げたからには負けられぬわ。ここでこの軍略でもって決めてくれよ。ここが使いどころ。我が戦法を見るがよい。ちょっとそろそろこっちを我が戦法を見せてやろうぞ。ちょっとなんとかしてやりたい。はは、お客地を守る、急げ。あららららららら。どうかご命令を。ご命令を。やりて敵を打ち果たす。あららららら。我が戦法の切れ味、その身で確かめよう。ここ大変美味しい。
そう、右がね、右が溶ける溶ける、杉野さんが溶けちゃう。こっちね、行くつもりだったんですけど、ここでちょっと刺激でに引っ張られた。我こそはと思う者は続け。ロキ口へ急げ。敵を攻撃する。しまいやったか。投げ差し、なんならこっちからも出てくる。これでまあダブルオッケーだわ。かの要所を守る。我が先方の切れ味、その身で確かめよ。ちょっと包帯を。我らが出番ぞ。いざ、赤子をこの戦場に示せ。我が先方の切れ味、その身で確かめよ。じゃあこれで勝ちに行きましょう。いかがしましょう。他の要所を制す。皆の者、出るぞ。敵を打ち破ったぞ。我が最高の切れ味、気がつけばその身で確かめよ。いやー、織田と戦うんだったら徳川の手を吸収して。見事。あ、なんせか死んだ。野郎ども、出番だ。クキもあれか、あの大河内徳川を持ってるから、クキも徳川吸収しちゃいましたね。どうか、不明瞭、鉄砲の出番ぞ。ははっ、自分が試される時ぞ。我こそはと思う者は続け。よしよし。ここね、サイフが本当美味しいんで、多分かなり楽な部類の戦場ですね。ここすごい美味しい。この位置行きはどこまで行くかな。あー、よし、これはいいですね。二山行ったのは嬉しいな。二山スンプ行った。なんだそりゃ、なんだそりゃ、まさか。そう、ちょっと戦場次第だって危なかった。これでもう講和したい。講和を勝ち取る刺激。この古いところは今徳川をね、お指し図、徳川を滅ぼしきることが非常に難易度高いことが判明したんで、直ちに制します。あ、岡本伝説か、死ぬ。長く良き生であったわ。軍団長、岡本が死んだ。まあ佐竹の一人にやらせるか。いや、新しい岡本がいたわ。はは。岡本から岡本へ。見果てたり。心得申した。うん、まあ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 、まあ、ちょっとなんか何とも言えん感じの。近場でね、上原城に一番近い部隊がね、国見になっちゃうんですよね。辻ヶ崎籠城設定だから。岩戸の言いたいことがある。愚心いたす。まあ上杉と同盟して沼田を取れないから鹿島レベル3にならない説。そうですね、そうだね。まあでも上杉同盟今欲しかったしな。31分46。まあもしかすると上杉、あの瞬く間に徳川に織田に潰されて、直ちに制します。
それで進めるのに。まあ上杉織田が始まった時に上杉がもう全く当てにならないようだったら、多分どっかで同盟切らなきゃいかんでしょうし、同盟切って自分で春日山で取って、春日山で防衛ライン作らなきゃいけないかもしれないし、まあその時考えますかね。ああ、北条九州か、ついに北条九州だ。いやー、北条九州ですな、来ましたね。申し上げますぞ、ついにあの北条が、北条綱重、もうあと何年生きるんだ、来年死ぬ来年死んじゃうか、時期8万。北条氏輝が長生きするかな、あと26年。亀三郎、笠原、万年、水の矢、うん、おじいちゃんばっかだおじいちゃんばっかだな北条軍ね、若手がいないんですよね、ほんと全然。北条軍基本おじいちゃんだからな。あれ綱重ってそんな、あ、綱重ってあれか、小田原、秀吉の小田原征伐の直前ぐらいに死ぬんだっけ。でもう一つここ軍取ったら、もう一つ軍取ったらしぶといな。さあ行くぞ、腕が鳴るわい。これで大砲出そう。87年、87年、いかな要件か聞こう。伊達30ヶ月の停戦やって伊達を滅ぼしきるか、はあ、いや割とねどうにでもなるんですけど、ちょっとお金入れて1年半でも。いやー、駿府はちょっと城はまあこのままかな。うーん、あーそうね、もうさすがに伊達は軍団に任せていいレベルか。確かに言われてみるとそうね、駿府に引っ越して伊達を軍勢に任せる、上杉とも同盟組んだし。ちょっと僕1年にするわ、このまま。このまま1年で、舞台の国の再編する。これで話はまとまったか。多分ね、まだ威風中和できると思う、掛け側で。いかに動くべきか。これで僕軍団をこっちに作って、そっちの軍団にも伊達の滅亡を任せる。いや残念ながらね、伊達ね、上杉との同盟がずっとついてるからね、従属させられないんですよね、伊達を。やったぜ。で自分は本拠地を本拠地を土ヶ崎に移すわ。で北関東からここら辺を、今のこの辺りを軍団化しちゃう。でまあ、上杉同盟ずっと延長されてるんですけど、政宗の代になるとそろそろ延長切れるかな。うん、で今日はちょっともう従属九州を見切って見終わってここまでしましょうか。心得ました。わかりました、受けたまわりました。
本当ね、罹患はね、自分で能動的にはできないんですよ。あ、上杉に行ったか。上杉さん、やったぞ。吉田正成、四国から来た。お使いいたそう。よろしいですか。大変的なですね。できたわ。我に続け。たまらぬわ。いやー、たまらんっすね。会場交渉ね、自分からやるのではなかなか。北条氏輝、当主は我が父の敵。そうですね。まだ怒ってんだ、そんなこと。まだ怒ってんだ。いや、待て、そもそもおめえの父殺してねえよ。サブローは何とも思ってない。サブローは何とも思ってない。まあ津田茂も何とも思ってないんですけど、宇治輝だけ怒ってますね。僕殺したのね、宇治政なんですけどね。宇治康じゃなくて。まあ、そんなわけで皆さん長らくのご視聴ありがとうございました。無事北条もついに吸収で、伊達の滅亡が見えたで、次回はいよいよ軍団に伊達を滅ぼさせつつ、これさ、宇治南はむしろ怒らないんだっていう。実の父の宇治政を殺された宇治南が父の敵って言ってなくて、兄を殺された宇治憲が父の敵とか言い出してるな。ちょっと微妙に、これは完全に微妙に不具合な気がしますね。なんか宇治康を殺したことになってますね。みたいな。それじゃ、今日は最後にいつものルーンファクトリーに走って終わりますんで、走る際方も引き続きよろしくお願いします。で、一旦放送閉じます。皆さんお疲れ様でした。